魔物が集まってるみたいだ。みんな敵だよ。私が援護するよ。行くぜクラリア。私の援護は任せた。こいつでどうだ。それスピードを上げる。まだいける。捕らえた。やっライザー作れるのだ。当てるよ。任せろライザー。今ならできるかも。大盤振る舞いよ。そこもう一度しようかな。新しい鍵を。よしできた。さあ見えた。もう一度今のいけるぞ。やったね。耐えた。そこまだいける。こいつでどうだ。ここにいよ。まだいける。一匹やっつけた。すげえな、これも経験の差か。大盤振る舞いよ。ライザ、助かった。どうだ、食いしばんな。まだいける。こいつでどうだ。当てるよ。くらい。あたしたちの勝ちだね。一丁やってやろうぜ。レンゾーどうだ。一人突っ走らないよ。当てるよ。この位置なら熱いのを上げる。ライザー私に任せて。とどめだ。この位置なす。任せろライザー。どれにしようかな。鍵の出番が来たようね。このあたしたちの勝ちだね。まだまだ強くなれそうね。強くなれたみたいだ。ま、この程度余裕よ。敵だ、気をつけろ。そこ、頑張ろう。頑張ろう、クラウディア。これで終わった。タンをお願いできる。任せてよ、ライザー。まだいける。私の戦略だ。クライス、私に任せて。これで終わった。タン、頼む。これで終わって。行け。うわっ、うわっ、うわっ。まだまだ。サイヤさんには自信が。終わりだ。今なら攻撃が通るぞ。クラウディアもなかなかやるもんだな。ライザー、お願いするね。この位置なら一匹やっつけた。やったね、ライザー。始めるよ。もう一度当てられる。どうだ、どりゃ。熱いのを上げる。終わりだ。見えた。始めるよ。いっけ。私たちの勝ちだね。強くなっちゃったみたい。よし、まだまだ強くなれるぜ。問題ない。敵だ、気をつけろ。私が援護するよ、ボス君。行くぜ、クラウディア。援護終わりだ。熱いのをあげる。この位置なら。どうだ。ライザー終わりだ。どれにしようかな。大盤振る舞いよ。よし、今ならいけそう。やったね、ライザー。まだいける。どれにしようかな。見せてあげる。
鍵の力を。くらえ、見えた。もう一度。くらえ、終わりだ。くらえ、任せろ、ライザ。一匹やっつけた。くらえ、どうや。あたしたちの勝ちだね。クラウディアの弓、期待してるぜ。もう一度、連続に逃げば安心だね。とどめだ。さあ、当てるよ。熱いのもいける。捕らえた。行くぜライザー、私に任せて。ライザー、頼んだ。あたしたちの勝ちだね。あと少しでサルドニカです。サルドニカ、どんな町か楽しみだね。見つけた。俺の剣の腕も上がってきたか。まだまだ高みは遠いぜ。これがサルドニカ、魔石装飾とガラス細工の街。恥ずかしいからあまりはしゃぐな。オートに来た頃もああだったよね。だって綺麗なものは綺麗だし。そう言ってもらえるのは組合長代理としても嬉しく思いますね。組合長代理。はい、この町は町長ではなく交渉を束ねる交渉組合長がその役割を担っているんです。代理ってのは。先代だった父が亡くなって以降、若輩の私がその代理を務めさせてもらっています。そうなんだ。父のことはともかく、代々我が家が担うこの仕事を私は誇りに思っています。組合長としても交渉としても尊敬できる父を追って精進する日々です。誇りを持って伝統を守るといったところか。そういう生き方もなかなかかっこいいね。例の文様については直ちに調べますが、我が家の蔵には一族以外の出入りができません。どうしてもある程度の時間はかかると思います。組合長代理の仕事をしながらなんでしょ。調べてもらえるだけで十分だよ。その間どう過ごされるおつもりですか。うん、錬金術の精度を上げるために魔石とガラスの加工技術を学ばせてもらおうかなって。両方となると一筋縄ではいかないと思いますよ。どうして。そうですね、場所を変えましょうか。この先に広場があります。そこまで歩きましょう。こんな時間ま欲しいのはこれでいい。ありがとうさん、毎度ありがとう。チヤー。困っている人がいるみたい。
僕たちの出番だね。冒険が俺たちを呼んでるぜ。いらっしゃい。何を買うんだい？これを買ってく。毎度ありがとう。これを買って。毎度ありがとう。またよろしくね。移動も多いし、身軽な服装を選んで正解だった。ワクワクするよね。ねえ、ボス。そういえば、ちょっと痩せた？体を動かすようになって、多少引き締まったかもな。ワクワクするよね。いいものは見つかった？なってきた。眠気覚ましの薬とか作れないかな。あったら便利そうだけど、寝るときはちゃんと寝た方がいいよ。もしかしたら仕事でも使え。おい、いや、なんでもないよ。
みんな、敵よ。やってやろうぜ、タロウ。一緒に戦おう。まだいける。熱いのは戦略だよ。意外とやっつけた私に任せて。やったね、ライザ。ライザ、頼んだ。ライザ、こんな燃えちゃいなさい。やっ、当てるよ。まだまだ。やった、行くぜ。一体どうしたよ。やったね、クラウディア。それ、まだいける。私たちの勝ちだね。